どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、毎月、月末あたりになると恒例のお知らせなんですけど、 G ラボガズレレのウクレレたちの、販売と予約スタートのお知らせをさせていただく時間がやってまいりました。1月25日の、お昼ちょうどから販売という、ガズレレ G ラボ公式ホームページで、展開していきますので、ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。いつものようにですね、はい、このブラックビューティーウクレレとか、ガズモデルとか、薄レレ、わがままウクレレって、もうラインナップがこういう風にバーっとこうあるわけですよ。ヴィンテージシリーズとかね、あるわけなんですけどですね、今回ですね、ちょっとね、すごい目玉の、商品というかがありましてですね、それは何かというとですね、皆さん、ココヤシという木材がこう世の中にあるということなんですけど、これね、Gラボのね、ウクレレビルダー、モジャ君がですね、もう大興奮で、こんな木材はもう二度と手に入らないということで、まあ僕、ガズ自身も、その木材のその希少性というかちょっとよくわからないんで、僕が動画で紹介しようと思ったんですけど、モジャ君のですね、説明の方がいいかなと思って、今回モジャ君にお願いして、その木材がどれだけこう、すごい木材なのかという動画をね、今日この動画の後にですね、貼り付けておくんで、ぜひ皆さん、モジャ君ね、こんな僕が言うのもなんですけど、すごいね、このウクレレビルダーの、で、こういう楽器作りの、才能すごいんですけど、ちょっとおしゃべりとか苦手なんですけど、一生懸命その熱意を持ってね、モジャ君がね、その、ココヤシという木材をですね、紹介している動画貼り付けておきますので、この時間から、ちょっと早送りしてやってみて、見てみてください。ここにちょっと情報があって、世界でも数本しか現存しないらしいですよ。その、貴重なココヤシ、これヤシの木なんだって、のウクレレの、セミオーダーウクレレとして受付しますと。でね、超貴重品のため、2本までの受付になるということなんで、もし興味ある方ね、さっきのあの動画、この後の動画もちょっと、モジャ君の見ていただきたいというふうに思います。そしてこのココヤシを使ったセミオーダーウクレレのお値段はいかほどかということなんですけど、ご興味ある方はセミオーダーのね、ページ、概要欄にも貼っとくんですけど、ここでね、お問い合わせいただくとね、すぐにご対応しますんで、ぜひご興味ある方はお願いしますということになります。そしてそのモジャ君の木材を紹介してる動画の後にですね、いつも引っ付けてるんですけど、ガズレレ G ラボのウクレレってフレットのね、この、何フレットまであるかとか、ピックアップをつけるかつけないかだとか、いろいろ薄レレだとか、いろいろ選べるんですよ、設定が。そのことについてちょっとね、解説してる以前撮った動画があるんで、ウクレレの基本的な紹介とか、ちょっと長い動画になりますけど、その紹介の動画の方も、もし見たことない方いらっしゃったらですね、ぜひ見てください。これもこの時間から、ウクレレの紹介動画になっております。で、いつものように、通常の、初めてウクレレとか、わがままウクレレとか、もういろんなウクレレ、即発送できるものと、ちょっとお待ちいただいちゃうものがあるんですよ。明日のね、1月25日のお昼に、さっきご紹介したこの概要欄に貼っときますけど、G ラボガズレレの公式ホームページの販売ページの中でですね、ご案内していきます。あと分かんなかったらお問い合わせいただければいいと思うんですけれども、すぐ発送できるものとちょっと待っていただくというものがあるということを、ちょっとお知りおきくださいということでございます。はい。じゃあ最後おまとめいたしますとですね、毎月月末恒例の G ラボとガズレレのウクレレの販売と予約が明日スタートしますよ。はい、1月25日の昼ちょうどからガズレレ G ラボの販売サイトにて受付開始でございます。皆さんぜひね、いつもこのガズが使ってるこのウクレレたちも本当にね、最高のウクレレたちなんでね、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではね、もじゃくんの、木材を熱く語るもじゃくんの不器用ですよもじゃくんと、ウクレレの選び方みたいな動画、この時間でね、それぞれこの後引っ付けときますんで、ご覧になってください。よろしくお願いします。さよなら。皆さん、こんにちは。もじゃ川上です。ですね、今日は、ココナッツ、ヤシの木の木材の紹介を、少ししたいと思います。これが、ヤシの木ですね。ベトナム産の、ココヤシ、まあ、ココナッツの、木になります。それでですね、まあ、これの説明なんですけど、
まあ、皆さんご存知ヤシの木って、なんか海岸沿いになんか植えてあったりとかして、日本でもあるんですけど、まあ、太くはならないんですよね。うん、まあ、大きい木でも、一等間の、を丸くしたぐらいの太さ。ぐらいなのかな。もうちょっと大きいのかな。にしかならないような木なんですけど、ベトナムには、もっと他にも種類があって、まあ、中には、すごい時間が経てばもっと大きくなる木もあるみたいなんですよね。で、まあ、本当に、ドラム缶の太さ、うん、とかそれ以上の太さになるような木もあるようで、まあそれが、ただ何十年もかかるんですけど、そのサイズになるのには。きっと50年では済まないだろうというぐらい。で、すごい希少材で、まあそもそもそんなに太くなるまで、まあ、放置しておかなかったりとか、それが太い木も、もう今もう、ほとんどベトナムでも見られない。めったに見られない。で、細い木だったら細い木でいいじゃないかっていう話なんですけど、細い木だと柔らかいんですよ。なので使えないんですよね。なんで、まあ、それぐらい太い、木、しかも、根元から2メートルぐらいのところっていう、まあ、超貴重な、うん、部分っていうのの、まあ、今回入手することが、できました。おそらくこれが、なくなって消費されてしまえば、もうおそらく、まあ、僕すらももう、まあ見ることはないだろうと。今後その、楽器を作れるサイズの、ここやしを見ることはないだろうというぐらい、まあ貴重な材料になりますね。まあまあ、貴重な材料の話で言いますと、まあ、ワシントン条約とかで、まあ引っかかるような、ね、いわゆる絶滅危惧種と言われるような、類の木材ではないんですけど、まあ、ただその、ね、その木でも、なんていうのかな、イメージで言うと、屋久島の屋久杉とかも、杉ですけど、めちゃくちゃ大きくなってて、ね、貴重な材料みたいな。まあ、そんなイメージですよね。ココナッツなんですけど、めちゃくちゃでかい。そんなでかいのはもうないよと。うん、そういう類の、木材になります。もう一度、最後に。うん、まあこんな感じの木目になるんですけど、これ草の仲間なので、木材というよりは、まあ、草の繊維なんですよね。うん、ただこれはベトナムのね、木工の、仕事してる人たちも、これはいい、ココナッツは、すごくいい、その見た目だと。うん、すごくいいよと。誰しもが口を揃えて言う。で、日本でもめちゃめちゃ貴重な材料なので、まあ、日本で、まあ、楽器用材料としては手には入んないんですよね。ネットサイトで調べると、こう、高級な万年筆とかボールペンの絵で、まあ、売ってたりは、するぐらいで、まあ、そんな大きなものは手に入らない。ということで。音に関しては、ちょっと僕も、まあ、さすがに、作ったことがないので、こう、どんな音がすると、こう、はっきり明言することはできないんですけど、ただ硬い材料なので、おそらく、硬い、高音の効いた、音になると、思われます。はい。
な感じですかね。はい。今回、まあ、限定で、まあ、2本ぐらいということで、もう今後、まあ、楽器業界で、まあ、ボディが、ココナッツっていう、ウクレレが出ることはおそらくないかと、思われます。うん、まあ、貴重なものなので、皆さん、興味があれば、まず問い合わせからしてもらえばいいかと、思います。では、以上になります。バイバイ。ラインナップご紹介していきましょう。まずはですね、こちら、ガズの初めてウクレレ初心者様にも本当に最もおすすめの、初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよっていうね、プレゼントにも最適という、これリーズナブルでとってもいいウクレレ。これが、これは販売再開です。これ注文いただいたら2日中にはこう発送されるというものなんですけど、あとね、これから言うね、このガズの、わがままウクレレシリーズとか薄レレっていうのはちょっと事前予約注文販売になっちゃうんですね。いつもお知らせした通り。ちょっとね、これいろいろあるんですよ。まずはガズの、わがままウクレレからいきましょう。わがままウクレレ、はい、これわがままウクレレって通常のボディの厚さで、このウクレレはコンサートサイズですけど、これソプラノサイズとコンサートサイズと、あとテナーサイズが仲間入りしております。テナーサイズのウクレレ前回からね、仲間入りしてるんですけど、このガズのわがままウクレレの特徴は、まずピックアップがついてるかついてないかを選べますということと、あとはね、フレットの数が選べるんですよ。7フレットモデルとか12フレットモデル、コンサートだったら16フレットだったっけ、15フレット、ちょっとホームページ確認してください。とにかくいろんなものを選べる。で、選べるのはいいんだけど、ちょっと私どうやって選んでいいかわかんないよという方もいらっしゃるんで、その方のために私がここにリンク貼っておきます。ここでですね、どんなことが選べるか私が解説してますんで、ガズのわがままウクレレのことと、あとそうだ、これも今一緒に言えばよかったな。はい、これ同じウクレレに見えますけど、ボディの厚さが薄いでしょ。これ薄レレという G ラボのね、もう本当に力を入れてるやつで、ボディの厚さが薄いから案外なりが悪いように思うんですけど、そんなことなくてもめちゃくちゃデッカウトをするすごくいいウクレレなんですね。これ、ガズのわがままウクレレと薄レレはほぼオーダーの仕方一緒なんですよ。ピックアップがあるとかないとか、フレットのこの数がほら、ここ見ても全然違うでしょ。ほら、こっちのテナーサイズですけどね、こんなのある。大きさがソプラノコンサートテナーから選べて、フレットのサイズがピックアップありです。これ薄レレも、わがままウクレレも両方選べます。はい、それ、さっきのところで選び方を見てください。あとそれとですね、最近ガズレレが使っている、あ、ここにこれちっちゃいソプラノサイズの薄レレがあります。これも一応写しておきましょう。だから大きさがさ、これ全然違うんだよ。今ちょうどテナーとコンサートとソプラノがあるんで、これ3兄弟みたいになって、こんなに大きさ違うんですよ。面白いですね。ということでございます。はい。そして、いつも最近ガズが使ってる、もうめちゃくちゃいいウクレレ。これ、ガズモデルも予約注文再開です。これはもう見てくださいよ。この木目。ものすごいことになってます。いつもこれね、ガズレレの YouTube 最近これで人ってるんで、もうおなじみだと思うんですけど、これはもうね、超一級品ですよ。こちらの方もホームページに明日出ますんでね、じっくりご覧になってちょっとご検討ください。そして、このね、ガズモデルも選べるんだ。これ、ボディの厚さとか。ハードケース付きでございます。このケースがすごくいいんですよ。はい。ケースを開けますね。何が出てくるでしょうか。タラ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 。うわー、すごいんですよ。いきまーす。はい。ドン。こちらのモデルが今回新しく発売になった、Gラボガズレレのですね、はい、オールブラックモデルというふうに命名しようと思ったんですけど、名前を付けました、ブラックビューティーということになっております。見てください。もうカメラが映ってるですよ、ほら。もうこれね、まあ、つまり、漆黒のね、美しい真っ黒木なんですよ。で、このトップだけバインディングといって、この縁取りが入っています。こんな風に、はい、ピックアップはつけるつけないお選びいただけます。で、ブリッジはいつもの形、ここ見て、このこれロゼッタって言うんですけど、ここがですね、アバロン貝というすごいゴージャスな貝が使用されており、ヘッドもちっちゃめのヘッドで、ヘッドにもこのバインディングというこういう縁取りが入っていますね。ここの G のマークもアバロン貝というので、あしらっておってですね、このペグはいつも言ってるように、ガズレレ G ラボのウクレレではもうスタンダードなストレートペグなんですけど、これギアが入ってるからね、すごいチューニングしやすいです。はい、このネックにもこの白いバインディングが入っていて、まさにブラックビューティー。ちょっと弾いてみましょうか。いきますよ。
気になるお値段なんですけど、はい、こちらのソプラノモデルはですね、ピックアップ付きで9万8000円ということになっています。ピックアップなしだとマイナス3000円。こっちのコンサートサイズはピックアップ付きで11万2800円ということなので、ピックアップがないモデルご希望だったら11万円ぐらいでね、かなりリーズナブルな、値段設定になっていると思います。はい、これ見て。すごいですよ、この木目といいですね。はい。ガズレーと G ラボのチームで今回新しくリリースするウクレレのシリーズです。で、ちょっとこのヘッド部分、ここにですね、今度新たなロゴマークが入ります。ちょっと今までの G とは違う新たなラインです、これ。ちょっと、紹介させていただきます。これはですね、G ラボとガズレレが今回新しく出るシリーズのヴィンテージシリーズという新しいラインナップになります。はい、これ、ヴィンテージシリーズということで第1本目、このシリーズが発売になります。これはもちろん予約受付になるんですけど、これ今映ってるのはね、コンサートサイズなんですけど、これはサイズ選べます。コンサートソプラノ2つの種類で、フレットの数もこれはね、結構見て、12、13、14、15、16フレットなんですけど、12フレットか16フレットか選べるとか、ソプラノだと12フレットか15フレットとか選べるというふうに、このポジションマークを見てください。すごいでしょ？凝ってます、すごく。はい。で、ここのポジションマークも赤いドットだったり、はい。こだわりがすごいんですよ。この、まず一番見てもらいたいのは、このトップの、木なんですけど、これはですね、もう選び抜かれたベトナムでもね、もう本当に、最高の木材を使用しております。はい。で、この横のバインディングもこれ木材になってますね。で、これ見てください。このサウンドホールに丸く巻いてある、これロゼッタというものなんですけど、今回、ここもですね、貝でございます。すごいゴージャスな貝で、やっぱりこの塗装の感じとこの、この貝の感じとかね、すごくこうゴージャスなムード。あとこのポジションマークもね、同じ、貝が使われておったりとかですね。まあ、この辺がですね、やっぱヴィンテージ感とかとろける、サウンドにふさわしいなんか感じかなというふうに思います。ブリッジはあえてね、ヴィンテージシリーズということで、こうシンプルな四角い形のものを取り入れて採用しております。はい。この辺の仕上がりもすごくね、手が込んでいるんで、ほんとですね、見ていただきたいなというふうに思う一本なんですけど、ちょっと弾いてみましょうか。この音ですよ。セミオダウクレレっていうのは僕一本も持ってなくて皆さんのお手元に届くやつ、皆さんのそれぞれがいいなと思うのを選んでいただいて、その人だけの一本をこう組み込んでいくセミオーダーですね。それがそれも明日予約注文です。カラーバリエーションも見てください。こんな感じでいろんなカラーがありますよ。こういうのも選んでいただいたり、それこそポジションマークの形もいろいろ選べるようになってます。その辺のこともね、ちょっとここに動画貼っときましょう。リンク貼っときます。この辺でセミオーダーのこともちょっと見てもらうとね、モジャ君一生懸命こう解説してるんで見ていただければと思います。